はい、こちら出海航空隊より、ヘリテレ映像送信中です。現在、伊豆の国市上空を飛行しています。はい、静岡県消防防災航空隊から、ヘリテレにて映像を送信中です。現在、熱海市下田川より、東側海上から熱海市、熱海市サンビーチ周辺、撮影しております。
はい、静岡県消防防災、静岡県消防防災航空隊よりヘリテレ映像送信中です。はい、現在、9時08分、熱海市伊豆山地区被災状況を撮影しております。はい、静岡県消防防災航空隊よりヘリテレ映像送信中です。熱海市、伊豆山地区東側海上より、被災状況を撮影しております。はい、現在被災状況全景撮影中です。はい、こちら静岡県消防防災航空隊よりヘリテレ映像送信中です。被害状況全景を、撮影中です。熱海市、海面より、撮影しております。はい、JR 東海道新幹線にあっては通常通り運行しており、線路上に、問題はありません。現在、熱海市、春日町上空から、被災状況、全容を撮影しております。はい、現在、下流から上流へ向け、撮影しております。はい、現在熱海ゴルフクラブ南側上空より、被害状況の
を撮影をしております。はい、現在、被害があった上流側を現場西側から撮影しています。はい、消防車両、地上活動隊の活動が確認できます。はい、現在熱海市伊豆山地区上空を飛行しております。これより、下流側から上流側へ向け、被災状況の撮影していきたいと思います。はい、現在伊豆山港を撮影中です。海面が茶色く濁っております。はい、熱海サンビーチにあっては車両が、通行しています。車両が通行しています。道路の状況にありません。はい、現在、JR 東海道新幹線、線路北側を撮影しております。地上隊、消防隊が活動しておるいるのが分かります。はい、JR 東海道新幹線、線路北側より、上流へ向け、ゆっくり撮影していきたいと思います。
はい、現在、画面上に、北側、画面上が北側となっております。画面み、下側が南側です。はい、現在、土砂流が発生したと思われる起点の場所を撮影しております。災害、現場、一番北側を撮影しております。はい、土砂流起点、はい、静岡県消防防災航空隊がヘリテレにて映像送信中になります。伊豆山港から、再び、上流へ向け、被害状況の撮影をしていきます。熱海サンビーチにあっては車両は通常通り、通行しております。道路に、被害の状況は確認できません。なお現在、JR 東海道線、および、在来線の線路上空を撮影しております。画面下側が北側になります。はい、東海道新幹線、線路北側の被害状況です。地上隊が活動しております。はい、これより、土砂流起点場所を撮影します。はい、土砂流起点場所となります。
はい、道路が崩れているのが分かります。土砂流にあっては、現在、土および、水が流れている状況は確認できません。なお、土砂流起点場所、上層部分には、茶色く明るい茶色の色の土が確認でき、下へ向かいにつれ、茶色い色が濃くなるような、状況となっております。はい、現在、土砂流起点場所より、南側へ、撮影しています。南側を撮影しています。現在、土砂流流れた場所を確認しましたが、両サイドに土が流れ込んでいるのは確認できますが、家自体の損傷、大きな現在建っているものに関しては大きな損傷は見受けられません。JR 東海道線、線路より、北側土砂流起点場所までの間、家が崩れているのは確認できません。はい、現在、在来線線路南側の道路を撮影しております。藍染橋を撮影しております。はい、JR 東海道線線路北側を撮影しております。
はい、現在、土砂流起点場所から東海道新幹線線路までの中間地点を撮影しております。水が流れているのが確認できます。被害に遭っている家屋に関してはその場所で留まっている状況崩れ落ちているのは確認できません。その場に留まっている状況となります。現在、徐々に北へ向け撮影を始めています。ところどころ家屋、ところどころ残っている状況となります。はい、現在川の跡と思われる場所を南側より北側へ向け撮影しております。はい、水が流れているのが確認できます。はい、この家屋にあっては壊滅状態となっております。はい、現在川をたどりながら北へ向け撮影しております。この家屋にあっても壊滅状態なのが分かります。はい、土砂流起点場所へ向け北側へ向け撮影しております。はい、この位置が土砂流起点場所となります。はい、現在、現地の指揮所、を撮影しております。
はい、現在消防車両が活動のため、消防車両の駐車状況を撮影しております。はい、この先の道路にあっては寸断されている状況、寸断されている状況となります。はい、もう一度過去より映像を送信します。はい、現在三光橋、伊豆三光上空を上空より撮影しています。はい、海面は茶色く濁っております。海面おります。熱海サンビーチにあっては車両が通行しており、道路の状況にあっては被害が見受けられません。被害は見受けられません。はい、現在、JR 東海道線および、在来線の線路付近、線路、新幹線線路の北側を撮影しております。新幹線は運行しております。新幹線は運行しております。地上帯の活動状況、地上帯の活動状況を撮影しております。はい、川の右岸側では警察が活動中です。川の右岸側では警察が、活動中です。
はい、指揮所、指揮所の北側の道路は寸断されています。指揮所の北側の道路は寸断されています。はい、現在 MOA 美術館、 MOA 美術館の宿営地を撮影しております。はい、静岡県大隊および東京都大宿営地および進出拠点 MOA 美術館、 MOA 美術館を撮影しております。はい、MOA 美術館宿営場所撮影中です。はい、現在 MO 美術館、宿営場所、静岡県大隊の宿営場所及び寝室拠点、撮影しております。
はい、現在、作戦会議中、作戦会議中の状況が見受けられます。はい、また若干のスペース、若干のスペースはあると確認できます。はい、現在熱海ゴルフクラブ、熱海ゴルフクラブを撮影しております。間もなく姫の沢公園、姫の沢公園、神奈川県大隊の宿営場所、を撮影したいと思います。はい、現在、ゴルフクラブ東側より、西側へ向け、撮影しております。ゴルフクラブ東側より西側を向けて撮影しております。はい、神奈川県大隊が展開したテント、展開したテントが確認できます。これより、この上空に、雲が発生しているため、これより高度を上げることができません。この角度からになります。この角度からの撮影となります。
はい、現在熱海港芝生広場、熱海港芝生広場を撮影しております。熱海港芝生広場における、駐車場は自衛隊の宿営場所となっている模様です。なお熱海港芝生広場の南側、航空機の駐機ポイントと考えているポイントですが、重機が入っているため、着陸難しそうです。航空機の着陸、この場所、熱海港芝生広場南側、この場所においては、航空機の着陸は難しそうです。航空機の着陸は難しそうです。はい、熱海港芝生広場東側、熱海港芝生広場東側の駐車場、こちらにおいては自衛隊の宿営場所となっておなってる模様。はい、現在、災害、被害現場、被害場所の全景、全容を撮影しております。画面中心付近が土砂流被害状況。なお、画面、左隅にあっては MOA 美術館の宿営場所となります。緑色の屋根のホテルと思われる建物のすぐ左側に消防車両確認できると思います。こちらが MOA 美術館宿営場所。なお、姫の沢公園スポーツ広場に関してはこの位置から全景をこの位置からは確認できることはできません。はい、現在、土砂流被害、状況、全容および、MOA 美術館宿営場所を撮影しております。
はい、現在、画面に映っているもの MOA 美術館となります。画面下側が東京都大隊、東京都大隊の進出拠点、上側が画面右側が被害、土砂流被害状況の現場となります。これより、撮影、最後に、なります。これより撮影が最後となります。最後に関しましては、下流、伊豆山港土砂流起点場所上流へ向け、順次撮影していきたいと思います。はい、JR 線路および、JR 線路の高架下の土砂に関してはすべて撤去済みなのが分かります。はい、現在川があったと思われる場所を撮影しております。川があった場所と思われる場所を撮影しています。水の量に関してはそこまで多くなく水の量に関してはそこまで多くないことが分かります。はい、起点場所へ向け撮影しております。はい、現在、土砂流起点場所となります。土の崩れ、新たな崩れは今のところ確認できません。